はい、ミートファイト、ゾウの雑白です。今回は、平良達郎、アジア人初の UFC 王者になれる絶対的な理由と、朝倉会は通用しないについてです。なんと、我らのポンデリングよりも可愛い平良達郎選手が、今週日曜日、UFC でメインイベントを務めます。おそらくメインイベントで言うと、女将選手以来かもしれません。そんな大抜擢されたのが平良達郎選手です。 しかも僕の中ではフライ級王者になる可能性がめちゃめちゃ高い。もう絶対なると思っています。というのも、ちょっと前までは堀口選手がフライ級に来てしまえば、まあ堀口選手の絶対王者ぶりで。 堀口選手がアジア人初の男性 USC 王者になりそこには届かないのかなと思っていましたただ堀口選手ちょっと今契約が難航していますすぐに USC 行くっていう話でもないみたいですですのでこの流れに乗って平良太郎が USC 王者になるのではないかと思いますその前に朝倉海平も USC に行くことが決まりましたただバンタム級では僕は通用しないと思っていますというのも皆さん忘れてるかもしれませんが堀口教授選手マネルケープ ゾーリーのプリンスオギチャネルにに普通に負けてますでこの3人、無理してバンタム級に上げてた選手にコロッと負けてる朝倉海ンが UAC のバンタム級に通用するかというと、まあ無理でしょう。しかも、レスラータイプから逃げてきたので、朝倉のミックンと一緒にスタクラササニキで逃げてきました。逆に u s c はレスリングできた当たり前です。この致命的な弱点があるので、僕は、まあ、ランカー下位ぐらいには勝つ可能性はありますけども、ランカー上位などには勝つの難しいと。 考えています。そんな中、なぜ平田達郎は USC 王者になれるのかについて話していきます。まず、圧倒的な戦績です。ちなみに、15勝0敗、4の KO、7の一本勝ち、4つの判定勝ちです。まあ、パーフェクトレコードです。USC の中にも、パーフェクトレコード、全勝の選手はいます。ただ、ここに悪をかけてすごいのが、アマでも全勝です。アマチュアの MMA でも11勝0敗、なんとキックボクシングでも1勝0敗と、アマ、プロ、 通じて全勝負け知らずなのがなんと平田達郎選手なのです。こうなってくるとあんまりにも負けてないで言うともしかしたら UFC 初かもしれません。まあ、現状で UFC 一人かもしれません。まあムハイム選手は数人いるんですけども、まあモカヒュだったりですとか何人かいます。 でそんなすごい実績プラス体格ですフライ級において170というまあ大きな体格なんですけどもリーチが長いんです身長170に対してリーチ1 7 8ンチですカイピョンが身長1 7 3ンチに対してリーチ1 7 4ンチですので全然フレームがでかいのは平田達郎選手なのですで何がいいかというとグラップラーの平田達郎選手まあダルシム小池や青木滝蓮太郎深夜見ていただいた通りグラップラーというのはやはり手が長いと有利ですななぜなら チョークが決めやすす。トートい,ろいろあるからです手足が長いと酸化、まあ、が決めやすいボディー力がしやすいとかかなり有利なのですですので体格にもフライ級では最高峰と言っていいリーチがありであの筋肉質の体ビューティーフロムファンクションでないですけどももう機能美使える筋肉と言っていいでしょう今でもおそらくフライ級では原量ギリギリかもしれませんが一番強いと思いますでしかもも戦績で言っても 福田龍也選手や前田嘉朗選手を簡単に一本勝ちしてます。一覧1ラウンド一本勝ちです。実力は完璧と言っていいでしょう。で、UAC に来てからも6勝0敗。で、2つ判定ありますが、あとは KO かサブミッションです。で、アレックス・ペレスを勝てば、もうタイトル間近です。 というのもアレックス・ペレスが今フライ級5位なんですけどもあとモカエフ VS マネルのケープがやるんですがこの勝者同士がタイトル戦挑戦者になるのではないかと言われていますですのでもう大手をかけたと言ってもいいかもしれません で、まあ、正直言ってしまうと、平田達郎選手、苦手なのは、パン投射みたいな、荒々しい打撃な上に寝技、ブラジルジュースが強い。で、あと、マネルのケープみたいな、カウンターボクサーでレスリングディフェンス力が強い。この二人は結構僕は苦手だと思います。ただ、安心してください。マネルのケープ、もうほとんど試合してません。今まで2レブ、1薬とかありますが、まあ、2レブだったり、薬だったり、怪我だったりと、ほとんど練習試合してません。 で今回もおそらくデブデブなんでなんか 73kg ぐらいあるという噂です、ね、でデブデブなんでモカエフマネルケープ戦がなくなると思いますですのでマネルケープことデブルケープはもう USC クビになりモカエフ VS 平太達郎 VS ペレスの勝者となると思いますそうなってくると平太達郎とモカエフモカエフはバリバリのレスラーですで タチロ選手、グラップラーなので、案外対応できると思います。あの、相性悪くないと思います。大体、レスラーとグラップラーが戦うと、スタンディング勝負になったりするんですが、平良タチロ選手、スタンディングも実は、スタンダードな綺麗な打撃を打てます。しかも、カウンターまで右ストレート打てるので、僕はもカイフ相手に、案外、勝つんじゃないかと思っています。そうなってくると、今度、パントウ前回の防衛戦、ランキング10位ぐらいの相手に苦戦しました。 でちょっっっと1回休むてて言ってますですので、おそらく僕の予想ではモカエフ VS 平良達郎が暫定王者戦になるのではないでしょうか。で、暫定王者戦になって、平良達郎選手が勝ち、で、パントージ者が試合をせなかったら、自動的に王者になるのです。ですので、僕は平良達郎選手、もう王者間近だと思います。まあ、ただ、優遇されないとなかなか王者になれませんので、ただ、平良達郎選手、可愛い顔してます。 で、UAC 側としてはアジアに、まあフライ級を筆頭に、アジアに UAC を浸透させたいので、平田達郎みたいな可愛い,い、そして喋り方もありますけど、漫画のモチーフしてみたりとか、PR もやってくれる達郎選手をスターにしたいはずです。で、案外そういうとこ見ます。ゾウリ界のフリンスオギチャンネルは、顔がゾウリだっていうだけで、うん、UAC に契約してくれませんでした。タフシリーズ決勝まで行って契約してくれなかったの、史上初がオギチャンネルです。ですので、平田達郎選手逆に、逆オギチャンネルみたいな顔してますから、 王者にははかかななり近づくのではないでいしょうかそして、小木チャンネルは、小木チャンネルの代わりに井上直樹が契約したと言われてます。で、ずっと恨んでたそうです。ですから、平良達郎選手が王者になったら、また恨んで、ザ・ブラックベルトの同門ということで、平良達郎選手に、お前、トイレ掃除しろよと、パワーラして、ザ・ブラックベルトジャパンからクビにされるでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日、平田達郎戦、皆さん見ましょう。そして、ライブ配信しますので、9時からご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。